はい、どうも皆さん、こんばんは。タイゴの日曜ブルーチャンネルの放送ですが、恒例のね、放送になっております。本日もね、動画を、回したいなというふうに思ってますけれども、まあやはり、まあ、その僕自身が、まあ、その今感じることをですね、まあ、またつらつらと述べていきたいと思いますけれども、まあその今ね、お見せしたお茶漬けを食べてる、まあ、その様子というのがあると思うんですけれども、まあ新居に来てね、まあ、いろいろ新しい、まあ、試みを、まあ、やっているんです。で、新居で、まあ、その やる初めてのことっていうのはですね、まあ、その実家でも昔やったことが、まあ、ほとんどなわけですね。だから基本的には、まあ、同じ、路線を、まあ、踏むわけです。で、ですからその、まあ、理想はね、まあ、ここの新居でも、まあ、新入園というものの、まあ、祈りというものをですね、まあ、持ち続けた方が、まあ、いいはずなんですね。で、仕事がどうのこうのっていうそういう人もいますけれども、まあもともと僕は仕事というのも、まあ、新入園の、まあ、祈りというものを中心に回してましたから、まあ限りなく、まあ、そこの付近の、まあ、知恵というものを使っているわけです。で、最近はね、その日練習の方に偏ってましたけれども、ただまあ日練習の方を、まあ、その使っていてもいいとは思うんですよ、もちろんね。もちろんいいとは思うんですけれども、ただまあ体のその健康運というのがあまり日練習の方にはないというのが、まあ、最近分かってきてます。で、僕自身もね、その日練習の方の祈りを使っていた時の方はなんとなくその免疫疾患の人の顔つきと似てきたなとか、まあ、内心思っていたわけなんです。ただまあその何て言うんだろうな、その日蓮宗の祈り、波法蓮華経とかああいうのは、まあその定位律っていうね、まあその下の、口の中のその下の位置っていうのを上に持っていけるので、まあ、そういう意味ではまあ優れていたはずなんですけれども、ちょっとまあ根本的には顔つきといい、まあ、健康運といい、まああまりこう、優れないというか、まあその自然治癒力というものがまあちょっと低いなというふうに感じていたような、まあ、そういうところは、まあ、確かに今ありましたね。はい。で、まあそれで、まあ、新入園の方の、まあ、題目や祈りとかいうものに、まあ、戻ろうというふうに、まあ、思っているんですけれども、ただまあその新入園というのもですね、まあそのまあ真言宗の、まあ、そういうところの、まあ、あれで、まあどちらかというと一年生の上に出すというものと言われていて、まあ、アドバンテージはもちろんあるんですけれども、ただまあその定位律の問題というのはやっぱりまあ逃げ切れない事実としてはあるわけですね。でもまあそこを、まあ、マウスピースの矯正だったりしながらね、まあなんとか補填していくとか、あとはよく喋るっていうことで補填することもできるわけです。まあそれは日蓮宗というところの、例えば体の中をまあね、循環良くするために、まあ魚を食べるというのと同じで、まあそういうふうにしてなんとか補っているわけだと思うんですけどもね。まあただまあ、多くのね、日本人というのが、まあ、どちらかというと日蓮宗の方が多いわけですから、まあその、新入園のああいうのは、まあ確かに多大なパワーを得られるっていうのはその反面ですね、まあそのまあ、マイノリティの方に落ちるというね、まあ、そういう危険性もまあ同時にあるわけです。で、僕はその日蓮宗の方もいいとは思いますし、まああるんですけれども、まあ単純にそのまあなんて言うんだろうな、その
健康というものに、まあ、その変えがたい問題というのが、まあ、あるんですよね。で特に体の中がドロドロになってる感じがするっていうのが自然症の特徴で、まあ、そういうところが、まあ、気になったわけなんですね。特にあとはあれですね、白黒はっきりつけようとするそういう性格的な気質の問題などもまああったりすると思います。まあ、それは僕の通ってるね、まあそのまた地下病院という病院の建物を見てもそうだと思うんですけど、本当白黒つけようとするそういうのばかりですからね。でそういうのっていうのはまああまり僕は好きじゃないですね。うん、単純にであることないことずっと言うそういう感じもあまり好きではありません。であとはその他人の発言というものはいつまでも根に持つか、またはその循環として流せるかどうかっていう、まあ、そういうものもあるので、まあ、どちらかというとまあクリアな面というのは、まあ、新入園の方にまあ軍配があるような感じがまあしますね。うん、まあ、特にその網の目のように張っているそういう包囲網をくぐれるというのが新入園の特徴であり、まあ、そういうところが、まあ、どちらかというと憲法の方を、ね、まあ、優先している感じがするんですよね。まあ、でもそういうのっていうのはある種強いなとはまあ思いますね。うん、ただまあ人によってまあ好みははっきり分かれますから、まあその一概にどうとは言えませんけれども、まあ僕のフィーリング的にはね、まあ五分五分かなというふうにまあ思う。うん、まあそんな感じで今思ったことをつらつらと述べていましたけれども、今日はですね、日蓮宗の法の祈りと、真言宗の真如縁の祈りというものをですね、について述べていました。そういうところでした。ではご視聴ありがとうございました。